はい、皆さんこんにちは、サンゼです。今回はプレミアプロを使った簡単な消し込みの仕方をご紹介したいと思います。よろしくお願いします。ということで、ちょっと今回アフターエフェクツでもできるんですけど、プレミアでも使うことができる簡単な消し込みのやり方をご紹介したいと思います。このやり方、早速クリップを見ていただきたいんですが、今プレミアの画面なんですけども、ここの木にご注目いただけるとありがたいんですけど、こういう感じでちょっと再生しますね。オンオフするとこんな感じで木を消すことができます。では、どうやってるかってことを早速やっていきたいと思います。はい、では、新しいシーケンス、右クリックからクリップに最適なシーケンスを出しました。ちょっと名前つけておきます。テスト01としておきます。どういう時こういうことをやるかっていうと、ちょっと撮影の時とかにうっかりスタッフの方が見切れてしまったりとか、ちょっとした消し込み、使えるテクニックなので、ちょっと真似してもらえたらいいかなというふうに思います。エフェクトは、トランスフォームというエフェクトを使います。このエフェクトをドラッグすると、こういった感じでエフェクトコントロールのところにトランスフォームのエフェクトが適用されたのがわかると思うんですが、このトランスフォームを使ってどうやっていくかというと、非常に簡単でして、こういう感じで自分がいらないと思ったものをこういう形で囲ってください。で、これだけでは何もできないんですけど、要はこれを位置情報ですね。この位置、なんて言うんでしょうね。絵を2枚重ねてずらしてるみたいな、単純にそれだけの機能なんですけど、これが簡単にこういう感じでできますと。で、さらに今回、この絵自体が、下の絵がこういう感じで送ってみると動いちゃうんですね。そうすると、最後、マスクの部分が、ずらしたとしても漏れてきてしまうので、トラッキングも取りましょう。この状態でマスクパスの横にあるこの再生マークですね、選択したマスクを順方向にトラック、これを押してください。そうすると今こういった感じでプレミアの方でトラッキングをしてくれます。で、このプレミアのトラッキングって結構優秀で、これぐらいの動きだったら結構簡単に取ってくれます。進捗が見れないのがちょっと残念なんですが、ちょっと追ってみるとこういった感じでキーフレームがバーッと打たれていて、見てみると動きに合わせてこういう感じですね、マスクができているのが分かります。はい、でですね、ここでこの後位置でずらします。こういう感じです。位置でずらすとこういった感じでずれました。ただちょっと今この山なりがちょっとガタついて見えるのでぼかしてしまいましょう。はい、こんな感じですね。若干かぶってるところとかはあるんですけど、これちょっと位置とかをもう少し上げたりとかして、ここの山なりの部分合わせてあげると多少馴染んでくるのかなというふうに思います。ただ今回のこの方法ってすごく万能な方法ではないんですけど、こういう感じですね。再生してみるとこういう感じで、全画面で再生してみるとこんな感じですね。言われてみればちょっとこの辺怪しいなって部分ではあるんですけど、パッと見いけてるじゃないですか。おっと、この辺がちょっと漏れてますけど、こんな感じで簡単に消すことができます。このやり方の利点としては、そのレイヤーがすごく散らからないって部分があったりとか、このトランスフォームのエフェクトだけでできるってことがすごい便利で、何個もレイヤーを重ねてやらなくてもできるってところが僕的には利点かなというふうに思っております。ただ、この先ほど言ったように、厳密に見ていくと、ここの継ぎ目とかの調整は難しくなってくるので、こういうところを細かく詰めていきたい場合は、アフターエフェクツなどを使って修正していくといいと思います。今回はこのプレミアとかを使って、簡単にサクッと消すという方法でご紹介させていただきました。いかがでしょうか？大丈夫そうでしょうか？エフェクトのトランスフォームを適用して消したいものを囲んであげる、でトラッキングもしを取ってあげるか、動きが激しい場合は手動でマスクを動かしてあげる、こういう感じで手動でキーフレームを打って動かしてあげると。でそれをその後トランスフォームというエフェクトの位置でずらしてあげる。ずらしすぎると、ここにおじいちゃんがここに出てきちゃうんですけど、こんな感じで動かしてあげることができます。万能ではないんですけど、サクッと何か邪魔なものが見切れてきた時とかに使える便利な機能なので、ぜひ一度覚えておくといいと思います。はい、最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また次回も Adobe After Effects の Tips や Adobe Premiere Pro の Tips を紹介したいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。サンズでした。ではまた。